キャンベル郡庁舎ニューポートはアメリカ合衆国県タッキー州北中部キャンベル郡にある第三東急都市である。オハイオ側にリッキング側が合流する点に位置している。2010年国勢調査での人口は15,273人であり、州内第26位である。歴史を見るとキャンベル郡に4つあった郡庁所在地の1つである。ニューポート市は オハイオ州シンシナティ市の郊外にあり、シンシナティ北ケンタッキー大都市圏に属している。この大都市圏の人口は200万人を超えている。ニューポートはジェームズ・テイラー・ジュニアの父、ジェームズ・シニアがジョージ・ミューズの払い、受け地を購入した土地であり、ジェームズ・ジュニアが1791年頃に入植した。町の名は川沿いのこの場所には関わりなく、 1607年にバージニア植民地のジェームズタウンに到着した最初の船の船長クリストファー・ニューポートから名付けられた。ニューポートは町として1795年12月14日に設立され、1834年2月24日には市として法人化された。1803年、新シシティの軍事基地ワシントントリデがニューポートに移転され、ニューポートバラックとなった。 ニューポートとコビントンを結ぶ最初の橋が1853年に架けられ、オハイオ川を渡って、シシンシナティに通じる最初の橋、ジョン・エイ・ローブリング釣り橋は1866年に開通した。1880年代から1890年代には、ドイツ系移民が大勢入ってきた。1900年時点で、ニューポートは州内第三位の都市であり、これより、 大きな都市といえば、コビントン市とルイビル市だった。ただし、ニューポートとコビントン領市は、シンシナティの衛生都市とみなされていた。ニューポートはかつて、モンマス通りに巨大なカジノがあったために、罪の都市と言われたことがあった。モンマス通りには、多くの男性用店舗、シャルタ、レストラン、アイスクリームパーラーもあった。 違法行為に関する捜査が入ってカジノはなくなり、成人の覗き目称やストリップクラブに変わった。モンマス通りでの駐車が難しくなると多くの古い企業が消えていき、ニューポート南西の丘陵に新しい商業地区が開かれた。1981年、ジョン通り938のガレージで製造されていた違法な花火が突然爆発し、半径6ブロックの範囲に、 大きな損失が出た。1980年代と1990年代、過去の罪の都市観光ではなく、家族向けの観光に重点を置き、リバーフロントと中核部の開発計画を立てた。1999年5月4000万ドルをかけた、ニューポート水族館がオープンし、歴史あるポージーフラッツのアパートは解体されて、翌年オープンした、娯楽施設ニューポートオンザレビーとなった。 1997年、高さ1015フィートの1 0 0年期タワーの構想が公表された。このタワーの主たるセールスポイントは、納税者の金ではなく、民間資金で建設されるということだった。タワーの完成は2003年が予定されたが、後に投資家が資金を引き上げ、建設は行われなかった。今日、その予定地は、世界平和の金に隣接する駐車場となっている。 今日のニューポート市は、急成長する北ケンタッキー地域の中で、娯楽の町となっており、一方隣接するベルビューやコビントンは、事業の中心となっている。ニューポート市は1797年から1823年まで、キャンベル軍の軍長所在地であり、1824年から1840年にも、復活した。19世紀、圧倒的多数の人々が、 ニューポート市と周辺都市に住んでいた。キャンベル軍南部は未開発のままだったので、軍の仕事を行うために多くの市民は南のアレクサンドリアに行くことを好まなかった。1883年、ニューポート市は衆議会に働きかけ、州法への例外を作ることに成功した。州法では、軍庁所在地は、軍の中央にあること、特定の軍の業務は、 軍庁所在地でのみ行われることを規定していた。州都フランクフォートの議会は特別法を発行し、ニューポート軍庁舎地区を形成し、その地区内では、ニューポート軍庁舎委員会が特別課税地区として、機能し、よって別の軍庁舎を建設でき、軍の業務はアレクサンドリアに加えて、ニューポートでも行えるようにした。2008年、ケンタッキー州議会は、 軍庁舎委員会から課税権限を取り上げたが、地区と委員会はそのまま残している。ダニエル・カーター・ベアード卿一般的にはビッグマック派し、マクドナルドの象徴的アーチに似ている。この特別な軍庁舎委員会認可法によって、ニューポートも軍庁所在地であり、キャンベル軍は2つの軍庁所在地を持つという誤解を生むことになった。 しかし、2009年の裁判所判決によって、アレクサンドリアが唯一の軍長所在地であり、ニューポートは違うと裁定された。この判決は、1840年、ケンタッキー州議会の法に従って、当時ニューポートにあった軍長所在地はアレクサンドリアに設定された。キャンベル軍の軍長所在地としてアレクサンドリアを指定した。 この正式欠点が変更されたという証拠は裁判所に提出されていない。歴史家、時点、政府機関によってニューポートが軍庁所在地であるとか、二つの軍庁所在地の一つであるとかみなす被告人から出された証拠は、軍政府と軍庁の仕組みが法に従って、キャンベル軍で過去150年間いかに機能してきたかという実際的事実に基づいている。しかし、 ニューポートの群長舎地区に関する特別法のどれも、ニューポートを、群長所在地だと指定してはいない。という説明だった。ニューポート市は、北緯39度5分19秒整形84度29分25秒、北緯39.08861度整形84.49028度、39.08861-84.49028に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は3.0平方マイルであり、このうち陸地2.7平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は8.42%である。ニューポート市は、アメリカ合衆国のアップランドサウスに見られる、ブルーグラス地域にある。またアメリカ合衆国中西部に位置しているとも言われる。これら2つの地域の境界部にあるので、 どちらの表現でも問題はない。ニューポート市はアメリカが州国南東部の温暖湿潤気候帯では最北にあるとみなされ、気候帯の繊域である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。イーストロー歴史地区ウォーターフロントニューポート水族館、入り口ニューポート公共教育はニューポート独立教育学区の一部である。この地区には小学校、 中間学校、中学校、高校各一校がある。ローカル TV がニューポートを本拠にしている。1988年の映画、レインマンの重要シーンは、ニューポートのパンピリオのイタリアンレストランで撮影された。ありがとうございます。